この指でこうやって鍵盤を押さえるの。そう、上手にできてるわ。それじゃあ今回はここまで。この資料を見ながら家でも練習してみて。きっと弾けるようになるわ。困ったことがあったら聞きに来てね。まきちゃんの一日ピアノ体験教室、こちらで受け付けます。初めてピアノに触れる方でもお楽しみいただけます。リン、花よ、二人とも来てくれたの？うん、頑張ってるマキちゃんを見てたら手伝わずにはいられないにゃ。みんなマキちゃんにピアノを習いたいって。それにこの子はマキちゃんのファンなんだって。そうなの？恥ずかしいけど嬉しい。会いに来てくれてありがとう。一緒にピアノを覚えましょうね。わあ、すごい人。マキちゃんのイベント大成功だね。ほのか、チカ、来てくれてありがとう。みんなが手伝ってくれたからよ。私一人じゃできなかったもの。それにもともとはほのかとちかの行動力に憧れて始めたことだから、二人のおかげでもあるの。どうもありがとう。やっぱりまきちゃんってすごいよ。こんなにイベントを大成功させちゃうなんて。私たちもまきちゃんにピアノ習いたい。列に並んでくるね。ありがとう。あなたが一歩を踏み出すきっかけをくれたからイベント開催まで来られたのよ。イベントの一つや二つ私にできないわけないって言った時、できないくせに言うんじゃなかったって思ったの。でもみんなのおかげで私にもできた。私にはあなたがいるし仲間もいる。みんなのことをもっと信じなくちゃね。何かをやりたければ動き出さなくちゃいけないのね。こんな当たり前のことに今さら気づくなんて。ええ、これからはもっといろいろなことに挑戦できそうな気がするの。今日は来てくれた全員にピアノを弾く喜びを知ってもらいたいの。終わったら次回のピアノ体験教室の日程も決めちゃおうかしら。私には力強い味方がいるんだもの。これからはどんどん進んでいくわ。